どうも、梶ヶ谷拓哉です。先ほどですね、Apple のスペシャルイベントが終わりまして、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max の、3種類の新型 iPhone の発表がありました。今回ですね、その新型 iPhone の特徴とかを、詳しく紹介したいなと思います。まずですね、iPhone、11 Pro 11 Pro Max という3種類が出ました。で、11 Pro と11 Pro Max ですね、プロとプロマックスは、基本的には画面サイズが違うというところで、基本性能としては同じです。で、画面サイズが違うことによって、もちろん重さが重くなりますし、画面が大きいので、本体が大きい分、バッテリーの持ち時間が長くなりますので、そういうところが変わってきますので、そこら辺を、一応イメージしていただいて、もともと XS Max っていう大きなものとかですね、8とかで8 Plus とかですね、大きなサイズを使った方は、Max のサイズにすると、同じサイズ感で、いいかなと思います。で、それ以外の方は基本的には、11 Pro か11 Pro かで、選んでいただければと思うんですけど、まずですね、iPhone 11に関しては、色が6色出ました。で、新色でいうとパープル と、イエロー、あとですね、パープル、イエロー、グリーン、ブラック、ホワイト、レッドですね、の6色展開ですね、 iPhone 11に関しては。で、iPhone 11 Pro は、XS の場合、3色展開だったんですけど、その XS の3色に、プラスしてミッドナイトグリーンという、ちょっと深緑みたいな色が、追加されました。で、それ以外にちょっと特徴を見ていくと、6.1 インチっていうサイズは同じなので、iPhone 11はどっちかっていうと、iPhone XR の後継機種です。 iPhone XR の後継機種で、iPhone 11 Pro は、iPhone XS の後継機種なので、もともと XR とか、XS っていうものを、知ってる方に関しては、それの後の機種なんだなってイメージをしていただいて、で、iPhone 11、11の特徴からいきましょうか。11でいうと、もともと XR の場合は、カメラが1つだったのが、カメラが2つになりました。で、そのカメラの2つはですね、広角カメラっていう、標準のカメラですね、標準のカメラと、超広角カメラって言って、今まで撮れた、範囲の、2倍ぐらいですかね、おそらく、0.5 倍ズーム、1倍ズームっていうのが標準のズームなんですけど、その 0.5 倍ズームっていう表記だったので、映る範囲でいうと倍ぐらいが映ってるので、広角なので、120度ですねの、範囲が、撮影できるので、かなり、広く撮れますので、風景を撮るときとか、あと狭いところで集合写真撮るときとかにいいかなと思います。で、その広角の、カメラは、iPhone 11 Pro にもついてます。なので11にもついてるし、11 Pro にもついてる、Max ももちろんついてますけど、11 Pro Max もついてますけど、という感じです。で、11 Pro と、11の違いは、望遠レンズがついてるかついてないかですね。望遠レンズはもともと XS のシリーズにはついてたので、新しいレンズというわけではないんですけど、2倍まで、綺麗な画質で撮れますよというのが望遠レンズです。なので、11 Pro に関しては、1倍、2倍と、0.5 倍という3種類の選択肢が出てきたという感じですね。で、カメラの、画素数に関してなんですけど、フロントカメラも、1200万画素に増えました。もともと、XS の時は、フロントカメラが700万画素だったんですけど、700万画素が1200万画素に増えたので、かなり細かい、写真が撮れますし、動画も 4K ビデオまで撮影が対応になりました。なので 4K も、それで撮影が撮れます。で、これは11も11 Pro も、1200万画素のフロントカメラだし、 4K のビデオも撮れるようになってます。あとですね、バッテリーの持ち時間なんですけど、iPhone 11 Pro は、iPhone XS よりも4時間長く持つようになったので、かなり持ちます。で、iPhone 11に関しては、iPhone XR よりも1時間長く持ちましたと。で、iPhone XR は、iPhone シリーズの中で、一番バッテリーが持つっていうシリーズだったんですね、今までの。で、その
一番持つバッテリーよりもさらに1時間長く持つというのが iPhone11 になります。で、iPhone11Pro ですね、 11Pro に関しては、耐水性能が増しました。iPhone11 と、iPhone XS は、2メートルに30分まで耐えられますよっていう、耐水性能だったんですけど、それが、11Pro、11Pro Max もそうですけどは、4メートルに30分まで耐えられますよっていう耐水性能になりましたので、より安全になりましたね、はい。で、容量の展開なんですけど、11の方は、64、128、256の、3種類で、11Pro は、64、256、512という展開で、これは、iPhone XS、XS Max シリーズと、同じ容量展開になったかなと思います。あとですね、ちょっとこう比較表を見てて気になったのが、コントラスト比ですね。コントラスト比といって、暗いところと明るいところの差です。暗いところと明るいところ、暗いところが1とした場合の明るいところが、一番上のコントラストなんですけど、今まで、iPhone XS の場合、100万対1というコントラストだったんですね。それでもかなりすごいんですけど、それが、11Pro になったら、200万対1という、さらに倍、コントラスト比が出たので、よりこう、強弱が強く出て、実際にそこにあるんじゃないかみたいな映像が見れるようになるというのが特徴ですね。あと輝度がちょっと増してますので、その分明るくなっていると。で、表記上ですね、3D タッチというのが iPhone XS に対応だったんですけど、iPhone 11 Pro は、3D タッチがなくなりました。触覚タッチという表現に変わってます。なので、こう強くグッと押した時に、強くグッと押すそもそも の仕組みがちょっとまだ発表されただけなので、本体触ってないのでどういう感じか分かんないんですけど、それがですね、今までのこう 10R とかと同じような感じの、触覚タッチという、強く押してる雰囲気の、選択肢が設けられているっていうような感じになってると思います。あとですね、デザイン上もちょっと変わりまして、背景が、マットガラスといって、ちょっとこう、なんかテカテカしたというよりはこうマット、光沢がない感じのガラスを使ったのが、iPhone 11Pro ですね。で、サイズでいうと、10S、と11Pro というのが、後継機の機種の差なんですけど、高さこう上が 0.4 ミリ、上がってまして、幅が 0.5 ミリ、太くなってます。で、厚さが 0.4 ミリ厚くなってるので、全体的に一回り本当にわずかですけど一回り大きくなってるので、ケースとかは多分そのまま使えないんじゃないかなっていう気がします、これぐらいの差があると。で、重量は 11g 増えてます、iPhone 11 Pro はですね、はい。で、それ以外の部分でいうと、気になったのが、ナイトモードですね。ナイトモードというカメラのモードがつきましたので、これは iPhone 11も11 Pro もついてるんですけど、暗いところで、しっかり、明るさを取り入れて、なんていうかね、目で見てる、肉眼で見てるみたいな感じで、暗いところでもしっかりこう撮影できるよっていう機能がつきました。ナイトモードですね。あと、気になったので言うと、HDR とかもそこら辺も進化してるよっていうので、写真に関してはかなり全般的に進化していると思います。で、ポートレートモードも今まではこう1人のポートレートみたいな感じのイメージだったんですけど、何人か複数いても、全体的にピントがあって、背景をぼかすみたいなモードがついてるっていう話です。ちょっとこれも実際今発表しても本当まだ1時間経ってない状態なので、これが、実際手元に来て、使ったらこのレビューも皆さんに紹介したいと思います。それ以外ですね、あとは、Wi-Fi ですね。 Wi-Fi の規格が、一世代以降新しいものが、11と11 Pro の方につきました。で、具体的に言うと、Wi-Fi の AC っていう規格が、今まで 10S が採用したんですけど、11と、11 Pro は AC ももちろん採用してるんですけど、AX という最新規格の方にも対応したので、もう家に来たインターネットの速度よりも何倍も速いような速度が飛ばせるような規格に対応したという感じですね、はい。あとは、ドルビーオートアトモスに対応しましたね。ドルビーアトモスといって、サラウンド機能ですね、
音がこうなんかいろんなとこから聞こえるみたいなこうサラウンド機能に対応したという感じですね。でドルビーアトモス対応と、あとはあれですね、付属しているケーブルが、高速充電対応のケーブルが、付属しているということになりましたので、まあ、18ワットというあのワット数でやると、30分で 50% まで充電できますよっていうのが、まあ、高速充電の対応なんですけど、それの、付属ケーブルが、一緒についてくるということになってます。で、それぐらいですかね、はい。で、あと値段で言うと、iPhone 11 Pro なんですけれども、11 Pro は容量によって値段が違いまして、64GB で106,800円税別で、256GB で122,800円税別で、512GB で144,800円の税別ですね。で、11 Pro Max は、同じように 64GB、256GB、512GB の、構成なんですけど、64が119,800円、256が135,800円、512が157,800円という形になります。で、iPhone 11ですね、11の価格なんですけれども、11の価格は、同じくですね、まあ、容量構成3つなんですけど、64、128、256の3つなんですけど、64が74,800円、128が79,800円、256が98,800円という価格構成なので、個人的には iPhone 11はまあ XR の後継機なので、ちょっとこうまあ XS とこう雰囲気はまた違うんですけど、値段的にはかなりリーズナブルなので、128GB とかが79,800円で税別なので、ここら辺がこう売れそうだなと。で、カラーバリエーションも6色展開なので、かなり、まあ、女性からですね、まあ、若い方まで、売れるんじゃないかなっていう気はしてます。で個人的にどのモデルにしようかなっていうので言うと、まあ、今 XS 使ってますので、その 10S の後継モデルの、11 Pro ですね、11 Pro の、まあ、新色ミッドナイトグリーンあたりが、まあまあ、せっかくなので新色を買うというのがいいかなと思ってます。で容量は、まあ、今10S で 256GB を実は使っていて、最大の512にしてないんですけど、今回もまあ別に最大にしなくてもいいかなと思ってるので、256にするかなっていう今気持ちではいます。はい、こんな感じで、情報量がいっぱいありましたけれども、とにかく、まあ、とりあえず使ってみて、また、1週間だったりとか使った後にレビューをして、皆さんにこういうところがこうでしたよってこう気づいたところを紹介してできればなと思っておりますので、そこら辺もまた見ていただければ幸いでございます。こんな感じですね、家事外電気店の方では、家電製品とか、まあ、iPhone とか、まあ、スマートフォン全般の情報を提供しようと思っておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。